み合う運命の輪が解けるとき、過去と未来が交差する。相手をしてやる、後悔するなよ。再現撃ケンガ人遊んでやんよ。ありがとうございます。すみません。まず最初に、お見せした、VTR、映像の方なんですけど、こちらがエクスブレイズというあの前発表したアドベンチャーゲームの方なんですけど、はい、こちらのブレイブルーと世界観がつながっている作品なので、7月25日発売です。よろしければぜひ、はい、プレイしていただければ嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で、はい。はい、次に出たのがブレイブルーのクロノファンタズマ、とうとう動いてるところを初めてお見せしたと思います。はい、神楽ムツキタイダー、と、ユキテルミのキャラクターの動いてるところを見ていただいたと思うんですが、どうですか。ありがとうございます。はい、もうこちらの方も、ブレイブルーのクロノファンタズマの方も、10月24日、はい、2013年ですねの発売なんで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてはい、もうね、昨日からツイッターでガンガン呼ばれてたんですけどね。はいはいはい、本当ですよ。はい、まあいろいろ事情があってちょっと話せなかったんですが、はい、はい、アニメ化なんですが、テレビアニメ化でございます。うおー、やっとですよ。やっと言えましたよ。頑張りました。まあ今書いてありましたけど、はい、監督の方が立花秀樹さんで、はい、監督こそ協力の方で水島誠二さんの方に協力していただいて、はい、で脚本の方は、赤尾デコ先生っていう、今までずっとブレイブルー の、はい、ストーリーモードとかを手掛けてくれた、基本的にブレイブルーの結構スタッフで固めていまして、あとストーリーの方とか構成の方一応僕の方がやらせていただいてるんで、はい、なんで、そんな思いっきり今の原作ファンの人たちが見ても納得できる作りになってると思います。ご期待ください。ちなみに森さん、はい、アニメ版ブレイブルーのタイトル、あ、ブレイブルー、オルターメモリーですね。あ、ごめんなさい。ブレイブルーオルターメモリー。ブレイブルーオルターメモリーと言います。いいですね、はい、まあ、テレビアニメで、はい、放映いたしますので、はい、皆さんぜひ期待していただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワクワクするような話。すいません、めちゃめちゃ緊張してます、僕。ありがとうございました。やっと言いました。テレビアニメ化だよー。イエーイ。みんな見てねー。イエーイ。さあ、そんな森プロデューサー、本当にありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。さあ、ではこれより30分間の休憩に入らせていただきます。休憩後は皆さんお待ちかね、豪華声優陣によるブルラジ公開録音収録となります。お楽しみに。アークフェスはまだまだ続きます。